うしよう、どうしよう、怒らせちゃった。どこで私、何を間違えたのかな。やっぱり後ろめたいと思ってるんだ。あの時のこと。目をそらしてしまった私に、きっと彼女は傷ついた。傷つけたのに、すごく後悔したのに、また同じことをしてしまった。ごめんね。違うの、あやねちゃん。あれは後ろめたさや拒絶じゃなくて、あやねちゃん、お母さん、もう帰んなきゃ。ひどいよ、あやねちゃん。これじゃメールも電話もできないし、私住所も知らないんだよ。もう仲直りもできない。もう二度と会えない。欲しそうだから買いに行ってた。なんでここにいるの。ずっとついてきてた、あの公園あたりから。もう会えないかと思ったんだよ。そういう顔を見たかったの。泣いてるさなちゃんも可愛い。人の気も知らないで、私本気で焦ったんだから。私本気で焦ったんだから。また傷つけちゃったかもしれないって。もう会えなかったら、私これからの人生どうやって生きていけばいいのかって、きっと辛すぎて廃人になっちゃうよ。ごめん、でもそんな大げさな。だって本当にそう思ったんだから。私あやねちゃんのこと大好きなの。どんどん好きになるから、気持ちに頭がついていかなくて。あやねちゃんが好き、胸の中そればっかりで、そればっかりで。ちゃんとお友達にも話すね。あやねちゃんは私の特別な人だって。そんなのいいって。別に、だって本当のことだもの。あやねちゃんのことこーん、もういいって。分かったから。もしかしてあやねちゃん照れてる？照れてるよね。
彩音ちゃんでも照れたりするんだね。照れてないよ別に。だって顔赤いよ。ねえねえこっち向いてよ彩音ちゃん。もうどこにも行かないでね。約束だよ。あやねちゃんと一緒ならもう何も怖くないよ。ねえあやねちゃん、ずっとずっとそばにいてね。分からん。あの二人付き合ってるの？衝撃的なラストシーンですね。いやー女子同士の生中初めて見たわ。もうさっちゃんも大人になったね。焦るわ、まあでもおめでたいことだよね。私たちもいい人探そう。いやそういう問題じゃなくて、女の子同士で恋愛なんてちょっと意味わかんない。まあでもそれは人それぞれじゃない？いいえ許せない。あんなどこの馬の骨かわからない性格最悪なムカつく女と